ゆっくり巻いてもしっかり泳ぐメタルジグじゃないとダメなんですよ。来ました、一等すね。よいしょ、はい、よしじゃない、一等。ね、こんな感じ。はい、取れました。ナチュラルなね、フォールを演出できないと釣れた魚やね、大型魚はね、口を使ってくれないんです。それができるのがサムライジグ R なんですよ。きたー、よし。ボールがね、全然違うんですよ。サムライジグ R はね、先代のサムライジグのアクションそのままに飛距離をアップさせて、さらにね、ジャーク時の引き重りも低減させた新型のサムライジグになります。まずね、飛距離を出すための特徴としてはボディ形状を変えてますね。先代のサムライジグはね、アクション優先なのでセンターウェイトバランスですから、ボディの縦幅、要は背の高さが高くて、しかも一番幅の広い部分がジグの中央よりも頭寄りに来てますね。それに対して新型は全体的に背の高さスリムです。頭から3分の2ぐらいのところまで同じ太さで、最後テールを絞った形状になってます。こうすることで重心がテールによります、要は後方重心になりますから、投げた時お尻が重いので飛距離が伸びると。でさらにエラの部分のね、肉厚を薄くしてるんですよ。旧型はボディ形状はセンターウェイト、要は真ん中に重心が来てるんですが、エラが出てることでここに空気が当たって、要はまあウィングみたいなもんですね、エラの出張りに抵抗を与えることで飛行姿勢を安定させていたんですが、新型はね、その空気抵抗自体が邪魔なので、ボディ形状を後方重心化することでより飛距離が出るような形状に改善されています。初代のサムライジグをセンターウェイトバランスにしたのにはね、理由があるんですよ。まあ、自分いろんなフィールドでね、ショアジキングもやるんですが、まあ、食いがいい時は正直ね、ジグはそんなに性能に差が出ないんですよ。ただし魚が少ない時とか、大型が多い時、あとは活性が低くてなかなか口を使わない時がある。そういう時はね、やはりポールのアクションとリトリーブ時のジグのアクション、これでね、かなり超過差が出ちゃうんですよ。で、自分の中ではセンターウェイトバランスのジグっていうのが、食いしぶり状態もしくは魚が大きい時には圧倒的に実績があったんで、初代はセンターウェイトバランスを選んだんですね。ブリとかもね、1キロ2キロのサイズでしたらもう正直あまりジグは選ばないんですが、3キロ5キロと大型化してくるとジグのアクションで全然食いが変わってくるんですね。まあ、初代サムライジグはね、そのサイズも想定したアクションになってるんで、結果としてやっぱちょっと風が強い時とかがね、飛距離がやや物足りないという声が多かったので、まあ、それを改善するためにアクションそのままで飛距離も出るようにしたのがサムライジング R だと思ってください。おお、めちゃくちゃ飛びます。うん、間違いなくね、初代よりはね、飛んでますね。もう伸びが違う、後半ぐんと伸びますね。やっぱ形状がね、スリムになって、かつ重心が後方に移動してますから、まあ、当然飛距離も伸びると、まあそういうわけですね。きたー、かかるんだよ、こうやって急に。おい、来ました、ボトムですね。何でしょうね。よしよしよし、いや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 、何だろう、魚はいきなり食いましたね。さあ、正体は、正体は、おーし、よし、
よし、ひらめた。行くよ。せーの。よし。やりやした。でかいヒラメが来ましたね。青物を狙ってたんですけど、まあヒラメがいたみたいですね。いいサイズですよこれ。やりました。サムライジガールの 30g かな。ピンクだしです。最高。今のねヒラメはキャストしてそこまで沈めたらワンピッチのこうスローなジャークで 2,3 回かなしゃくってフォールでそこまでつけたら次しゃくり上げた時にはもうかかったんでサムライジガールのそのスローなワンピッチジャークでもしっかり泳ぐアクションとフォールこの両方の、まあ、効果だと思います。だいぶこの場所は皆さんね入れ替わり立ち替わり入ってた場所なんで、まあ、ヒラメも、まあ、少なからず擦れてる状態そういう擦れた魚に効くのがサムライジガールなんですよ。やりました。エラの肉を薄くする要はジグの形状を全部スリムにして薄くしてしまうと水のね抵抗が減ってしまうんでスローリトリーブの時にアクションが悪くなっちゃう あまり、泳がなくなっちゃう要は水切りが良すぎてしまうんでだいたいスリム形状のジグっていうのは強くしゃくると綺麗にこう飛ぶ要はダート系に多い形状なんですけど新型のサムライジグよく見てくださいねこれ唇の部分だけ残してあるんですよ唇だけが厚いで唇より後ろ目の周りからエラまでは薄くしてあるこうすることでサムライジングの初代よりはだいぶスリムになっているにもかかわらずスローリトリーブやスローのワンピッチジャックでもしっかりとテールをバタバタと振ったアクションが出せる初代のサムライジングと同じぐらいのテールスイングアクションを出すことができるんですよ。テールスイングアクションというのはこういう動きねこれがテールスイングアクションになります。これがね、新型サムライジグ R の最大の特徴なんです。で、さらに全体的にはスリムになってますので、ジャーク時の引き重りもトータルで低減してるんです。要は朝から晩まで一日中ね、ジグをしゃくり続けるシュアジギングでは、ちょっとした引き重りの差で疲労度が違う。サムライジグ初代もシュアジグの中では引き重りはしない方だ。要は軽く引ける方だったんですけど新型のサムライジング R はさらに引き重りも軽くなってます。集中力が続くんでチャンスを逃さないっていうのもサムライジング R の特徴になります。初代のサムライジグなんですがセンターウェイト系ジグの特徴としてはやっぱりこうフォール時のひらひら感が大きいひらひらとでさらにテンションフォールで落とすとまあお腹を平打ちしながら落ちたり、スイングしたりという、複雑にゆっくりと落ちる、まあ、これがセンターウェイトジグの特徴なんですが新型はね形状こそ後方重心なんですがさまざまな工夫で初代のサムライジグと同じようにひらひら落ちてしかもロールもしっかり出る、まあ、こういうセッティングになっています。よいしょ。サダバキで食いましたね。よし、はい、今ね、魚は、ナブラは出てないんですけど、ショートピッチのワンピッチのスポーツで食いましたね。よし。さあ、頑張ろう。よし。30g のジグを今わざと使ってるのはこういう魚がうろうろしてるナブラで興奮してない状態でもスローのしっかりなんかな、まあ、弱った小魚の泳ぎプラス、ダメージを受けてこうもんどり打ってるかなもだえてるような小魚のコール、まあ、このアクションが出しやすいからなので軽めの 30g でやってるんですよ。だ今ナブラなくても食いましたね。はいはいはい。まあ、あとはこうサーフなんで
寝ずれの心配はないので、一応手前に夜までは竿を立てて寄ってきたらね、一気にこう、今こっち向いてるでしょ、こっち向いてる時はこっち、こっち向いてるとこっちこっちした、そうするとほら頭向いちゃうと、頭向いちゃうとか頭の方に引いちゃうと結構コントロールできる。でもこっち向いてるんでこっち行くんですよ、こうやってこっちに向いてるからこっちに行くとほらスーッてやってて、反転される前にこのまま上げちゃいます。顔を出しちゃえばブリはね、磯なんかのテクニックなんですけど、こうやって顔出しちゃえばもう暴れないね、こんな感じ。はい、釣れました。よいしょ、グッと釣れました。ブリ釣れました。今度はね、ナブラはなかったんですけど、周りでねナブラが出てるような時は周囲をうろうろしてる魚がいるだろうなと思って、ショートのソフトなワンピッチジャークとフォールね、これのコンビネーションで誘ってましたら、ちょんちょんちょんと誘った次のフォールでゴーンと食ってくれました。サムライジング R30g ですね。食わせのホールが、できるこのサムライジングあるね、だからこそ釣れたかなって思ってます。やりました。だー、サムライジング R ではね、針交換を不要にするために最初から大型魚にも対応した太軸フックを採用してます。でさらにフロントアシストのね、ラインの長さも見直しして、よりフッキングのいい長さに改善しています。でまあティンセルも標準装備なので、ティンセルっていうのはね、例えばアジサバなんかはティンセルに食ってきたりもしますから、新型サムライジング R にも搭載してます。サムライジング R はフィールドテストのね段階でもサンゴシとかアオモのね数釣ってるんですが、その時のしゃくり方とかね、しゃくりのリズムは初代サムライジングと一緒なんですよ。ということはね、要は食いしぶりの魚も釣れるし、より大型魚がヒットしてくる、そういうサムライジングのアクションは継承しつつも、形状変更によって、飛距離も出る、飛距離り感も抑えられてる。要は朝から晩までね、一日中投げてはしゃくる、この動作を繰り返すシュアジギングではかなり使いやすいジングに進化してます。ぜひ使ってみてください。